皆さんこんにちは、クロさんです。今日は2023年令和5年厄年九星早見表をご紹介していきたいと思います。人は生まれた年によって定まる本命星というものがあり、9つの星九星に分けられます。その星が8方向と中央と合計9つの方位に1年ごとに巡っていくのですが、ご自身の本命星が中央、北、北東、南西の方向に位置する方は特に注意が必要です。4つのいずれかの方向に位置する方は神社などでご祈祷を受け、運気向上のお札をお祭りし、大難は小難に、小難は無難に、一年を災いから免れて安心して過ごせるよう神社などで運気向上をお願いしましょう。それでは今回の動画では九星のうち注意が必要となる以下の4つについて解説していきます。1. 八方塞がり、白く木星。 2. 鬼門、七赤金星。 3. 裏鬼門、一泊水星。 4. 困難宮、九死火星の4つについて解説していきます。また厄年については再生リストに別動画の早見表もありますので、この動画をご覧になった後にそちらの動画もぜひご覧ください。ではまず八方塞がり、白く木星について解説していきます。八方塞がりは中央に位置するため出口のない状態です。周囲に囲まれて身動きができず、自らの力では対処できません。またどの方向に向いてもいい結果が期待できないと、まさに手の打ちようがない状況です。次に八方塞がりの方位除けをする年齢表をお伝えします。これはあなたの星回り、強方に位置する年齢、数え年になります。なお1月1日から節分の誕生日の人は前年生まれの人と同じ九星になります。八方塞がり、白く木星の年齢表。昭和17年生まれ82歳、昭和26年生まれ73歳、昭和35年生まれ64歳、昭和44年生まれ55歳、昭和53年生まれ46歳、昭和62年生まれ37歳、平成8年生まれ28歳、平成17年生まれ19歳、平成26年生まれ10歳、令和5年生まれ1歳。以上が八方塞がり、白く木星の方位除けをする年齢表になります。次に鬼門、七赤金星について解説していきます。鬼が出入りするもんですから、良くないものと遭遇すると忌み嫌われる方位です。何事にも変化変動が多く、運気も衰えがちです。またこの年の決断が今後の運勢に大きな影響を与えると言われています。次に鬼門、七赤金星の方位除けをする年齢表をお伝えします。鬼門、七赤金星の年齢表。昭和14年生まれ85歳、昭和23年生まれ76歳、昭和32年生まれ67歳、昭和41年生まれ58歳、昭和50年生まれ49歳、
昭和59年生まれ40歳、平成5年生まれ31歳、平成14年生まれ22歳、平成23年生まれ13歳、令和2年生まれ4歳。以上が鬼門、七赤金星の方位を表する年齢表になります。次に裏鬼門、一泊水星について解説していきます。鬼門の反対側に位置し、同様に忌み嫌われる方位です。困難宮の次に回ってくるため、運気は少しずつ好転し始めますが、年の前半は特に要注意で、慎重な対処が必要です。次に裏鬼門、一泊水星の方位を表する年齢表をお伝えします。裏鬼門一泊水星の年齢表、昭和11年生まれ88歳、昭和20年生まれ79歳、昭和29年生まれ70歳、昭和38年生まれ61歳、昭和47年生まれ52歳、昭和56年生まれ43歳、平成2年生まれ34歳、平成11年生まれ25歳、平成20年生まれ16歳、平成29年生まれ7歳。以上が裏鬼門、一泊水星の方位を表する年齢表になります。最後に困難宮、九紫火星について解説していきます。九星の厄年とも言われ、その名の通り困難に見舞われやすい方位です。運気が最も停滞し、先の見通しもいいとは言えないため、謙虚さと忍耐強さが求められ、健康面でも注意が必要です。次に困難宮、九紫火星の方位を表する年齢表をお伝えします。困難宮九紫火星の年齢表、昭和12年生まれ87歳、昭和21年生まれ78歳、昭和30年生まれ69歳、昭和39年生まれ60歳、昭和48年生まれ51歳、昭和57年生まれ42歳、平成3年生まれ33歳、平成12年生まれ24歳、平成21年生まれ15歳、平成30年生まれ6歳。以上が困難宮、九紫火星の方位を表する年齢表になります。ぜひ九星のうちこの4つに当てはまる人は、2023年を素晴らしい1年にするためにも、神社などでご祈祷やお祭りを受け、安心して過ごせる日常を送ってください。あとこのチャンネルではいろんな雑学の動画を発信しているので、ぜひチャンネル登録をして、ご友人や家族にシェアして楽しみながら動画を見てください。あなたの生活がより幸せに満ち溢れていくことを願っています。それでは次回の動画でお会いしましょう。